はい、皆さんこんばんは。君の会で街頭演説活動をさせてもらってますけども、まあストリートミュージシャンが多い中で我々政治活動はやってます。堅苦しいお話なんですけどもね。しかもなんか、憲法のお話をしてほしいということで今回は。で、まあいろいろ憲法改正っていうのが議題に上がってますけれども、まあ憲法っていうのはそもそもどういうもんなのかって言ったら、まあ法律の親玉みたいな感じですかね。一応運用されるときはね、憲法っていうのは、うちの国はこういうもんなんですよっていう、まあなんというかな、履歴書みたいなもんですかね。国家の履歴書、うちの国はこういう国なのでこういったルールに従ってできてますよっていうことを書いておくのが憲法なんですが、今ここに来てね、憲法改正しようじゃないかとか、そういった話、まあいろんなニュースとか聞いてると憲法ってよくわかんないけどなんか言ってるなみたいな、そういう人多いと思うんですけれどもね、今ある日本の憲法、日本国憲法っていうのは、アメリカ、日本を戦争に任せたアメリカが作った、 GHQ が作った憲法なんですね。お前らはこういう国なんだからこれ使ってやっとけって、これあの国際法違反なんですけれども、人の国の憲法をね、よその国の憲法を勝手に変えるとかそういうことをやっちゃいけないんですけれども、まあアメリカ平気でやったと。で、実は日本以外にもそれやられた国があるんですが、これまあ多分アメリカがやったというか第二次大戦の戦勝国連合がやったんですが、ドイツが同じ目にやってますね。ドイツもあのお前らこれ使ってけっていうふうにやられたんですけども、そんな憲法を使ってると、自分の国は全く守れません。戦勝国の言いなりにならないことには、生きていけないと、そういった仕組み作りになっちゃうので、だから、ドイツはどうしたかっていうと、今まで70何回だったかな、そんなぐらいもう憲法改正改正コロ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 やってると。で、まあだってそうしないと、自分の国生きていけないからね、そうしてるんですが、かたや日本では一遍も憲法改正行われてないんですね。これはなんでかっていうと、ここに書いてあるのはこういう意味だっていう風に捉えようとか、無理やりこじつけにこじつけてそれでやって、まあ憲法ではこうなってるけども、その字面通り読んだら、ね、例えば一番話題になる憲法9条ですか、それで陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないって書いてあるんだけども、軍隊じゃねえしって言って自衛隊だしって言ってやっちゃえばまあいいんじゃねえかって、だってそれやらないと生きていけないもんねっていう、まあそういった形でやってる。まあだからとりあえずまあ改正しなくってもまあ日頃の生活何も支障ないんだけど、ないっちゃないんだけど、なんか言い訳ばっかりうまくなってくような気がして、なめてるそれで、ね、ちょっとね、もうそろそろ真面目に自分の国どんなもんなんだろうかっていうのを考えてみるタイミングっていうのがあってもいいんじゃないかなと。まあだからはもうちょっと憲法ってどういうもんなのか、で、憲法っていうのはうちの国はこういう国なんですよって書き記しておくのが憲法だとすると、じゃあその 大前提に書いてある憲法全文前文ですね、そこにどういうことが書いてあるかっていうと、なんか公正と正義を なんだっけな平和を愛する諸国民を信用して自分の身を守ると決意したとか、なんかそんなこと書いてあるんだけど、あの平和を愛する国って周りにどこにあるんだよっていう風にね思いますね。これそういうこと言ってるから日本とどっかの国が揉め事を起こしましたと、どこのここの領土はどっちのもんなんだとかなんかいろいろ揉めましたっていう時に、もう相手は平和を愛するいい国なんだから、そこと揉めちゃった日本っていうのはじゃあ日本の方が悪いのかと、そういう風になっちゃうので、それはおかしいやろいかにもっていうことを、まあだから日本国憲法の字面だけ取ってみるともうおかしなことだらけなんですよね。
まあ、だからそれをもう一遍ちょっと皆さんで見直してみませんかと。とりあえず問題点があるなら変えた方がいいんじゃないのっていうふうに思ってる人は大半だと思うので、その中身をねちょっと勉強してみてもらうといいんじゃないかなと思います。では、一旦終わります。ありがとうございました。終わるかもしれない。